サヌ、もしかしてベース弾くのに？そんなことよりさ、アコ、練習終わったらクレープ食べない？あの裏通りにできたやつ。クレープ、知ってる知ってる、いつも混んでるとこだよね。リサ、ネイルを取るのは正しいわ。でもペースは守らないと指を壊して。わかってるってば。ユキナも一緒にって行かないか。私生クリームマシマシで行こっと。リサ、アコ、今少し遅れた。はい。岩井さん、宇田川さんのテンポをもっと意識。了解。オリジナル曲がまとまってきたので課題曲を増やそうと思います。この辺りの曲でバンドの底上げには最適なリストだと思うわ。来週までに全員練習してくること。商店街の仲間に呼ばれてさ。アコも来るか？行きたいけど、アコクタクタなんだよ。お姉ちゃんと行きたい、でもクタクタ。うん、悲しい。今度にする。よしよし、あの湊さんとバンド組んだんだもんな。ライブ見に行くから、決まったらすぐ教えろよ。私もアコが大好きだよ。ドラムも負けないようにしないとな。じゃ、行ってくる。行ってらっしゃい。またドラム教えてね。って感じで、まだちょっと怒られはするけど、認められるようになってきた。バンドとして息が合ってきたんだね。アコちゃんのドラムもどんどん上手くなってるんじゃないかな。ふん、これくらい造作もないことよ。最近バンドの話一色、本当に楽しいんだ。では特別に我が同胞リンリンにだけ演奏中のバンドを見せてしんぜよう。え、動画？あ、開いた。すごい、アコちゃんがユキナさんと。ありがとう、すごいね。全員で一つの音楽を作り上げてる。みんなでってこういうことなんだね。あれ、アコちゃん？さんが自分からチャット落ちるなんて初めて。何かあったのかな。それにしてもこの動画、なんだか体が引き寄せられる感じが。